ましたが、今言ったうちの4つが嘘。みんなも正しいものを見分ける目養っていこう。ひだまりラジオ365、来月も忘れないでね。バイバイ。ひどい。はい、かなちゃんお疲れ様でした。今度また一緒にキルフェボンのケーキ食べに行こうね。さあ、今週もスタジオマジックガーデンからお送りしています、アスミカナのランティスプレゼンツウィークエンドフライデー。時刻は14時。さあ、ここ1週間でだいぶ過ごしやすくなってきましたよね。今日はなんか秋らしい話をねしようかなと思って、恵比寿の駅からこうトコトコっと歩いてきたわけなんですけれども、途中の並木道でねセミがたくさん鳴いていて、あーダメだって来週セミが鳴いてなかったら秋らしいお話改めてしますね。なので、今日はもう一つ気になってるお話、阪神の藤川選手がですね通算100セーブということで、これで巨人とまた1ゲーム差みたいですね。アスミプロ野球も結構チェックしてるんですよ。野球の話なんてまあしたことないから、ラジオの前で今驚かれた方も多いんじゃないかななんて思いますが、なぜかと言いますと、今日のナイターで西武の優勝が決まるかもしれないんです。今日買ったらほら明日からの優勝セール、あすみ朝一番で並びます。デパートの前で並んでたり必死で買い物してるあすみを見かけた方は、どうかどうか声をかけずに心の中で頑張ってって思ってくださいね。必死すぎて髪とか顔とかいろんなところがほら乱れちゃってるかもしれませんから、声とかかけられたら思わず違いますって言っちゃうかもですよ。じゃあそれでは早速今月のパワープレイをお聞きください。本日9月26日にリリースされましたニューアルバム、ひだマーブルからマーブルで自転車。ステイチューン。ひだマーブルラジオ、マーブルのみっこです。マーブルの菊池達也です。マーブルのあすみからです。2回目ですね。2回目ですね。どうもどうも、終わりに近いですけど ね、2ヶ月弱ぶりでございます。そうです ね、 ね、先月かの初旬あたりに流星レコード発売記念で、そうです、ひだまぶるラジオ1回目をお届けしたんですけれども、ね、今回はひだまりスケッチ365のイメージソングアルバム、ひだまぶる発売日記念スペシャル番組として、このひだまぶるラジオをですね、マーブルの私たち3人でお届けしたいと思います。はい、3人で、はい、ね、もうまあここはもう違和感ない感じで、新ユニット、ね、あ、すいません、そうなんです。そうなんです。これ若干信じる人いないかなと思って、あ、まあそれはそれでいいんじゃないですか。よくないですよ、あすみさん入ったんだみたいな。入ってますよね。あ、うん、そうです、そうです、うん、私マーブルの一員でした。すいません、すいません、うん、ひだまりスケッチは TBS 系列で、アニメひだまりスケッチ365も TBS 以外で絶賛放映中、もう最終回迎えちゃいましたからね。そうなんですよ、うん、はい、漫画タイムキララキャラットでも大人気連載中の TBS の最終回放送日にあーとなっていた青木梅先生の漫画です。終わってしまいました、ね、そうなんです。昨日昨日です。あ、昨日です。昨日ですね。昨日です。まだ、あ、今日か。今日、ああ、どっちなんだろう。昨日の晩、夜中でした。みんなで歌ってましたね。歌ってましたね、スケッチスイッチに。じゃあじゃあ、こんな感じでマーブルの3人でお届けしていきたいと思います、はい、それでは30分お付き合いよろしく。ひだマーブルラジオ365、この番組はひだまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたします。みっこさん、はい、達也さん、はい、その後どうです、どうですか。最近仲良しだよね、すごい。あ、うん、あったよね最近もね、うん、
ちょっとあったよね。あった、仕事じゃなくてですか。あれ、あってないっけ。あってないですね。あってないっけ。違った。私に似た人見たんだ、うん、それ見かけただけであったって言いませんよね、うん、そうだ、1回目のひだマーブルラジオでですね、菊池さんの畑の話とかしましたよね。しましたね。気になる。おお。その後。その後ね、最近あんま行ってなかったんだけど、久しぶりに行ったら、こう、偉いことになってましたね。そんな荒れ壮大な感じ。もうね、芋ってすごいんだよ。さつまいも、はいはい。で、こう、よく幼稚園とかで芋掘りとか行くでしょ。ああ、やりましたね。もう行ったらもう、畑が大きくなってたね。畑が大きく、うん、他の人のところまで行ってた。うん、ちょっとこう浸食して、うん、そういえばトマトもらってないですね。なんか、うん、夏も終わってしまい、夏も終わり、そろそろもうないですよ ね、もうないですね。ないですよね。芋、うん、あげる。あ、芋、うん、言った、もらう、うん、でも前回も言ってました、あげるよ。トマトね、あげようと思ってたんだけど、なかなか会う機会がなかったんです。そうなんですか、うん、あれ、そうそう、仕事結構ひどまぶる大変でしたよね。そうでしたね。あれ？あの後結構すれ違いだったのね。すれ違い。すれ違いが、あれ、うん、マーブルユニット、ああ、ですよね。まあ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 ね。あげる、芋はあげるよ。芋じゃ。里芋も作ってるから。はい、おー、うん、おー、あ、そしてみっこさんの方は、はい、井の頭公園に行ってきたんですか？すごい情報ですね。井の頭公園いいですよ。すごく行ったことあります、ね。あります。あります。なんかすごい昔に行ったことあります。なんかモルモットいるんですよ。知ってます？知らないです。動物園だよね。動物園。あ、ちっちゃい動物みたいな。結構大きくて、象の花子もいるんです。え、象がいるんですか？はい。井の頭公園に？はい。井の頭公園ですか？井の頭公園ですか？井の頭。どっちでもいいですか？うん、まあ今日のところはどっちでもいいですから、ね。今日のところはまあまあ。うん、曖昧な感じで、井の頭公園。井の頭公園で、モルモットがいて、へぇ、いっぱいいるんですよ。それを好きなのを選んで、持って帰る。持って帰っちゃった。違う。モルモットって怖くない？なんか。モルモットって、ハムスターよりちょっと大きめですよね。うん、え、可愛いんだよ。こんな大人しいの、大人になってから俺、モルモット見たことないんだけど。小さい頃、あの、ハムスター飼ってるじゃないですか、よくちっちゃい頃って、はいはい。で、飼ってて、うん、で、なんか、触れ合い動物園みたいなの行ったら、ハムスターのでっかいのがいるみたいな。あ、ハムスターよりおとなしいかも。そうなんだ。ちょっとびっくりして、それ以来ちょっと怖いんだよね。抱っこしても、ずっとこう止まって。あ、そうなんだ。それ生きてるんですか？生きてるんです。一応動物園なんで。ぬいぐるみとかに。あ、ですよね。生きてる。生きてる。動物園ですもんね。生きてたかな、じゃあ。あれ、うん、思い出し。わかんないけど、まあ、まあ、楽しい。いいじゃん、どっちでも。ボソって言わないでください。いいじゃない、どっちでもって。はい、そんな感じで仲良しなマーブルさんなんですけれども、はい、ともあれ、本日この配信日は、ひだマーブル発売日なんですよね。そうですね。ついに発売されました。おめでとうございます。ありがとうございます。これは私、ちょっと前にですね、事務所に届いていて、このひだマーブルの CD いただいて、結構もう聞き込んでます。あ、本当ですか？はい、今日もらいました。見ました、うん、今日、うん、今日入ってもらってました。皆さんと同じですね、タイミング的に、うん、私一番なんでみたいな、うん、間違ってる、ちょっとね、順番が、うん、私はマーブル、そうですね、マーブルリーダーだからね。あ、リーダーだから リーダーだったんだ。先に届いて、うん、チェックを入れないとダメだと思う。今日も菊池、今回も頑張ったな菊池みたいな感じですよね。うん、そんな感じですよね。違います。頼まないです。すいません。ダメ出されたかちょっと落ち込んで。してないです。してない。してない。これね、主に私、夜寝るときに聞いてるんですけど、寝るときかけてタイマーとかして寝てるんですけど。何曲ぐらいまで聞きます？そうなんですよ。うん、本当にこう、寝入りが良くなる、ね。寝入りが良くなる。すごい睡眠 CD みたいな、ね、そういう効果があるんじゃないと。そっちでよる、うん、ヒーリング、ヒーリング効果絶対ありますよ。これ絶対よく眠れる CD なんです。何曲目まで聴けるかみんなチャレンジして、チャレンジしてみてください。そう、
これは全体では12曲入ってるんですよね。そうですね。日だまりに関する12曲、はい、全部日だまりスケッチのイメージソング、はい、ね、すごいすごい良かったです、うん、ね、カバーもしたりね、うん、ね、もうどっから触れていいのか分かんないですもん、どうしましょう。もうどこも触れなくていいんじゃないですか。このラジオの存在意義がなくなってしまいます、うん、じゃあちょっとだけちょっとだけちょっとだけ触れるとしてこと、うん、そう、あのドラマ CD が出まして、はい、日だまりスケッチとしては初なんですよ、はい、意外に初なんですけど、その DVD の1巻につく、初回版につくドラマ CD と、あとランティスさんでドラマ CD 単体として出る方のね、あ、うん、がありまして、それのおのおののですね、エンディングテーマを歌ってっていうか作ってくださったんですよ ね、 あ、そうですね、シャララと自転車っていう、はい、ねえ、はい、それもね、そのドラマ CD のバージョンと今回のバージョンはちょっと違うんですけどね、うん、おお、また新たに作った感じで、あ、そうなんだ、はい、ちょっと聞き比べてほしいですね、うん、そう、このブックレットがですねものすごくてね、これどすごいです、ね、何ページあるんだっていう感じですよね、梅先生との対談があったりとか、何ページある、ね、すごい、何ページあるんだろう、めちゃくちゃで、梅先生のですね写真も載ってて、これギリギリですよね、ギリギリですね、ギリギリな感じですよね、もうちょっとしたら顔見えるぐらいの、うん、大体のフォルムは分かるみたいな、すごいすごいですよ、そう、12ページ対談が載っているらしい、すごいね、すごいですわ、これ全部読んでほしい、ちょこちょこアスミさんのせいにされてるのが面白くて、梅先生がそれはアスミさんが言ったんですみたいな、あ、よく言ってましたね。そんな感じで、あ、申し訳ない、うん、そうなんです、これもぜひ全部読んでほしい、うん、聞きながら読んだらすごい楽しかったです、聞きながら読んだら ね、 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 そうですね、寝ちゃう感じでね、何ですか、最後まで聞けるかどうか、聞けます、聞けます、うん、読めるかどうか、うん、そうなんですよ、梅先生も実はちょっと楽曲に参加してるんですよね、そうですね、ねえ、びっくりした、本人から聞いて、その後に私これ聞いて、ああこれを梅先生がと思って、うん、全然ボツになんない、結構でっかく出てますよね、ね、うん、うん、分かりやすい、この音が梅先生っていう、うん、うまかったよねあれね、また新たな、ミッコよりうまかったよ、あのタンバリン、確かに、うん、なんで菊池さんはなんかちょこ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 ミッコよりみたいな、そんなことないんですダメな感じ、なんで仲いい、仲いい、仲、あ、仲いいんですよ、仲良し、うん、仲いいんですよ、思い出した、今日仲良く や、 やろうか、やろうか、仲良くさを、ね、はい、全面に出していこうか、うんうん、今日髪型いいね、あ、そう、うん、それ仲良さアピールなんですか、あんまり私から見たらあんま変わらないように見えるんですけど、うん、今日の具合がいい、ああ、2人ならでは分かる感じの、そう、梅先生が参加されてるのは、はい、前回ここでも生演奏してもらいました、はい、幸せは365日っていう ね、 うね、この曲なんですよね、はい、そうなんです、これタンバリンで、タンバリンでシャラーって、うん、すごくね、いい感じに、うん、 うん、なりましたね、うん、タンバリンがあるからよく聴けるっていう、そうそうそう、すごい、なんかね、全然なんだろう、なんだろう、素人さんじゃないですか、うん、音楽的にはあのね、でもなんていうか自然に入ってて、梅先生はやっぱりマルチタレントですね、そうですよ、マルチですよ、プロタンバラーみたいな、プロタンバラー、タンバラー、タンバリラー、タンバリラなんか間抜けですねこれはもう耳をそばだてて聞いてほしい、うんうん、ちょっと聞いてほしいですね、はい、そしてそして10月5日の日曜日で、来週、来週、来週ですね、来週、来週にはですね、ひだまーぶるナイトが開催されます、はい、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ、17時オープン、18時スタートということで、はい、近づいてますね、かなりね、え、今びっくりしました俺来週っていうんで、1週間って聞いてですよね、うん、そうだったの、そう、ここはもうもちろんマーブルのアスミカナさんね、出ますよね、お邪魔いたします、どうもどうも、いえいえ、そうなんです、これは主にやっぱりひだまーぶるのこの CD の、そうですね、歌うんですよね、全曲やっちゃうかも、お、知れないかも、お、みたいな、へえ、もうなんとなくそのセットリスト的なものは固まってきてる感じですか、はい、出ますね、おー、ね、
私何歌うんだろうね。何歌うんだろうね。これ秘密の方がいいですよね、うん、ですよね。ちょっとライブまで秘密にしておきたいんですけど、ね、頑張る、ね、頑張る頑張ろう。俺も頑張る。マーブルさんとね、ようやライブに出させていただけるなんて、なんか、今までそういう感じじゃなくて日だまりのイベントにマーブルさんとご一緒にっていうのはあったんですけど ね、うん、ね、そうちょっと新しいタイプの出演の仕方なんでドキドキなんですけど、もうね、うん、そのアスミのためだけにあるイベントなんじゃないかっていう、うん、なんで間違ってる、間違ってますよ、おまけ、うん、違いますって。マーブルさんのライブ、うん、その中のマーブルのアスミン、あ、マーブルスペシャルだよね。強調していくといつかその3人ユニットとして、いいですよ、うん、いやいや、はい、そうそう、え、あ、マーブルな衣装も着るの？マーブルな衣装、あ、アスミンとマーブル、マーブル色マーブルな衣装、ちょっと考えますそれこれからこれからマーブルな衣装か、マーブルな衣装か、うん、そのですね、18時スタートなんですけれども、はい、ライブがね、うん、なんか16時から物販というものが、はい、そうです、グッズ販売が開始されるようですよ。はい、グッズがあるって話ですよね。ありますよ。グッズ作っちゃったんですか？ありますね。今回はなんかいろいろ、いろいろ作って、今まで少なかったので、はいはい、エコバッグやら T シャツやらストラップやら、ね、大人気のピックもあるね、うん、あ、ピック大人気なんですか？大人気に なってほしい。え、予定ピックとかさ、なんかこうギター弾いてる人じゃなきゃ買っちゃいけないと思ってるみたいなんだけど、うん、全然お守りとしてね、お守りとして青い鳥のマークもついてるので、ね、あー、マーブルさんの、うん、あれですね、そうですよ、青い鳥だし、青い鳥、お守りにちょうどいいサイズだし、ね、こうね、青いだりとか、うちわ的なピックで、うん、ちょっとちっちゃいけど、まあこれから涼しくなりますからね、うん、あのくらいのサイズでちょうどいいのかな。そうそうぜひ買ってほしいんだけど。へー、いいじゃないですか ね、かわいいし、そうですよ。へー、グッズも出て、あと CD もあります、ね、もちろん置いてあるよということです。インディーズ時代の CD もあります、あったりとかして、ちょっと置かしてもらったりして、あんま買えないですからね、ライブ会場でしか置いてないので、あ、じゃあ貴重ですね、はい、16時からだそうです、うん、なのでぜひぜひ先着って感じなのでそうですね、うん、まあ早い者勝ちにもなりうる、早い者勝ち、あ、これはぜひぜひゲットしちゃってよね、うん、微妙にちょっとだけ戻ってきた感じで、はい、そうか、あとそうなんですよ、朗報、朗報、さっきスタッフさんに聞いたところ、チケットがですね、うん、まだチケット20枚ぐらいならいけるようですよ、うん、来週日曜日空いてる人、空いてたらもう来るしかないと思います、うん、空いてなかったら開けて来るしかないと思います、うん、ね、4家族ぐらいしか無理ってことですね、5家族ぐらい、家族5人だから、みこさん、それは家族連れでなぜ換算するのかが私には分からなかったんですけれども、4組ぐらい、4組ぐらいはいけるかな、うん、4、5人家族で、うん、なぜ家族、来てください、家族連れいるのかな、いたらいたら面白いですけど、まあ、いたら全然家族連れでもね、もう全然来てください、もう子供は赤ちゃんはよく眠れる感じで、ね、もうびっくりするような音楽やんないからね、子守歌ですよ、もうんうん、ぜひぜひ、うん、空いてる方今すぐお電話、お電話、電話で取れるんですよね、きっと、はい、よくわかんないんですけどお電話で、お電話で、ぜひぜひ来てください。アスミンも頑張って歌わせていただきたいと思います。一員として。そうでした。マーブルのアスミンも、うん、マーブルのアスミンとして立派に務めを果たしたいと思います。はい。はい、です。ですたい。それではですたい。福岡。あ、はい、あ、どうも。何それ。ですたいって言う。あります。福岡。女の子も言うの？タイ、タイ、タイはあんま言わなかったな。バイって言ってました。ああ。なんとかバイって。なんかあんま可愛くないんですけど、はい、汚い感じなんですけど、なぜそれが突然出てきたのか、今のこう勢いな感じが、ね、勢いで出てました、うん、ありがとうございます、うん、それではこの後も引き続きお話ししていきたいと思います。ひだまぶるラジオ365、ダメだな
いいのこれ。いいですよね。ダメですか。もう一回行こうか。もう一回行こう。もう一回。じゃあ手見て。手。三、はい。シダマーブルラジオ365。おあった。硬いな。ひだまーぶる美術館365。ひだまーぶる美術館の世界にようこそ。私がひだまーぶる美術館館長クリスチーネ・アスミです。さあここではですね、名作と呼ばれる数々のマーブルさんが手掛けた美術作品を名曲の調べに乗せて紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。完全にお客さんですよね今。あれ一人ですよね、はい、あです。そうでした、そうでした。3人でマーブルです、うん、では早速に行ってみたいと思います。名画、はい、無限ストーリー。無限日だまりスケッチで主にあたふたしたりのほほんとしたりするシーンでよく飾られた名画、画家のユニットマーブルがユノをオマージュして描いた名画、はい、ということで、うん、無限ストーリーからです。無限ストーリー、あれもすごいすごい好きなんです。よかったです。これはアルバムの中でも一番最後ぐらいに作ってる、うん、あ、そうなんですか、うん、おー、うん、そういう順番ってどんな感じで思いついた順ですか。そうかも。考えて考えて、そうかも。すごい爽やかな曲だね。あ、本当？あ、これ菊池くんの曲なんだけど。あ、ですね。あ、爽やかだ。マーブルやっていいのっていう。あ、マーブルっていう曲。あのことをイメージしたらこういう曲はやらないんじゃないかなって自分では思う曲ですね。ゆのちゃんだから、うん、もう純粋なゆのちゃんのイメージだから合うのかなっていう、うん、あ、真面目ですよね、うん、なんか、うん、なんかそう真面目爽やか、そう、それをこう自分の中でイメージして詩も書いたんですけども、あ、なんか嬉しいです。ゆのを一応私やらせてもらってるマーブルの一員のアンド、アンド、そう、兼業みたいな感じで、兼業、まあ、兼業です。はい、で、あのユノのキャラソンをユノちゃん歌ってるじゃないですか、うん、で結構いろんなのを歌わせてもらったんですけど、うん、この無限ストーリーはまたキャラソンと違って、うん、やっぱりイメージソングだっていうのがすごい、うん、すごい新鮮な感じで、なるほど、ね、そのユノが歌うんじゃなくて、うん、マーブルさんのイメージするユノっていうのがすごいなんか興味深くてですね、うん、他のキャラにも言えることなんですけど、うん、これをなんかそのキャラが歌うんじゃなくてっていうのがすごい、でもイメージしてるのがぴったりだっていうのが不思議な感じでした、うん、そうそう。では続いての名画いきます。はい、名画ファンタスティックスカイ。ひだまりスケッチで主に食が絡む天然ボケのシーンでよく飾られた名画、画家のユニットマーブルがミヤコをリスペクトして描いた名画、はい、ということで、はい、これはミヤちゃんの曲ですね。ミヤちゃんの曲ですね。ミヤちゃんイメージ、マーブル初のラップ、うん、ラップこれ、うん、ラップな、ブックレットでも見たんですけど、はい、ラップにしようとしてあまりラップにはならなかったよみたいなことを。え、本当ですか。そんなこと書いてるじゃん。ちょっと書かれてましたよ、ほらほら、ミッコ風になりましたって、あ、そうそうそう、おかしいな。ミッコとしてはこれが最大のラップだと思いますけどね。キュッキュッって感じ、ミッコ風ラップ、ミッコ風ラップですね、うん、もうやっぱりミヤちゃんをイメージした曲なんですよね、うん、そうですね、すごいすごい。これやっぱり皆さん日だまりを見て、うん、見て見て、うん、ってイメージしたんですよね。そうですね。すごい、どうもありがとうございます。なんていうか、私が言うのもおこがましい。いや、私が勝手に、はい、あのニャンタとベランダで踊っている、うん、踊ってる、踊って二人でミヤコと、うんうん、あれ遊びに来たの。あ、遊びに来た猫は、あれ名前ついてたっけな。名前なかったです。名前なしのニャンコだ、うん、あ、そのニャンコだ。
おー、うん、うんうん、いいいい、うん、これもすごい、なんか歌詞ほんとミヤちゃんですよね、うん、そう、英語入ってると思って英語入ってるね、英語入ってる、英文、うん、文っていうか、うん、ちょこっとこう英語の単語が入るのはね結構あるんですけど、うん、英文入ってるの結構珍しいかななんて思ったんですけど、ね、珍しいですよね。 あれ今気づいた、うん、おかしいな、何考えてるのか、マーブルでもあんまないしね、マーブルなかったっけ、うん、マーブル全体として、うん、あ、でもコーラスとかではあるけど、コーラスあるけど、ああ。うん、これもなんかちょっと新しい感じで、新しい新しい感じ、ラップバージョンで、うん、ラップミコフラップ、はい、さあ続いての名画に行きます。名画同じ日だまりスケッチで主にメガネなシーンでよく飾られた名画、画家のユニットマーブルがサエをトリビュートして描いた名画ということです。メガネなシーンでね、メガネなシーンサエさんのサエさんのね、サエさんの曲、うん、これ私すごい好きなんですよ。同じ結構このヒダマーブルの CD の中でもかなり上位に入るお気に入り曲です。なんだろう、サビがすごく好き、あ、なんでしょうね、なんでしょうね、なんかこうしっとり歌い上げる感じのサビがすごい好きなんです、うん、サエさん、サエさん、私多分この曲あたりで眠りに落ちた、なるほどね、うん、いいなと思って寝るみたいな、はい、かなりいい感じで眠りにつけてます。いいんじゃないですかね、うん、全部聞いてはいるんですけどね、でもこう明らかに、あ、うん、もう何回も聞いたっていう感じの曲とあれすごいいい曲っていう新鮮なリアクションが出てくる曲がありまして、3曲目ぐらいまでは聞いた感じで聞いてます。あとは、うん、こんな曲あったのみたいな、なんか新鮮に感じるのが、うん、あ、これ寝てんだ私、うん、それがいいんじゃないか、全然いいですね、うん、これぜひ、うん、寝る時以外にもちゃんと聞いてほしい、最後まで、うん、最後まで気をつけてください。はい、では続いての名画に行きます。名画スイートデイズ、日だまりスケッチで主に食べたりダイエットしたりするシーンでよく飾られた名画、画家のユニットマーブルがヒロにインスパイアされて描いた名画ということです。はい、はい、ヒロさんの曲、ヒロさん、これも可愛いですよね、うん、なんか女の子なら分かってもらえるかなっていうような詩を書いてみました、うんうん、ねえ、うん、なんかこう全体的になんですけど、うん、本当に肩の力が入らない感じなんですよね、うん、このヒダマーブル CD 全体なんですけど、それがすごい好き。これこの CD を持ってなんかどっか出かけたいです。どの辺になんかちょっと切なくなりましたけど、うん、ちょっと散歩、散歩、なんか旅でもいいですけど、うん、すごい広いとこで聞きたい、あ、穏やかに聞きたい、なんか草原やらなんか広いとこで聞きたいですね、お昼寝みたいな、うん、うん、寝ちゃうんだ、やっぱり寝ちゃうんだ、危険だな、それは危険だ。じゃあ最後の名画に行きます。続いての名画ブラックスマイル、日だまりスケッチで主に脱いだり怒られたりするシーンでよく飾られた名画、画家のユニットマーブルが吉野家先生をイーティングしながら描いた名画、これ最後だけちょっと、うん、吉野家先生ということでね、うん、ちょっとね、はい、弾けた、弾けてますよね、そう、エレキ、エレキ、エレキ、うんうん、唯一エレキ、他のこのイメージソングとはちょっと若干違ってますよね、うん、そうですね、ね、みやちゃんともなんかちょっと違うしな、うん、うーん、というか歌詞もそう、そう、歌詞もちょっと遊んでみたりとかしてこの曲は、曲の流れ、なんて言うんでしょう、メロディーの流れがすごいなんか斬新な感じですよね、あ、なんか、なんかこれ難しいよね、うん、演奏が、演奏っていうか多分伴奏がないと歌えないんじゃないかな、あ突然か、アカペラでは難しい、うん、そうかもしれない、突然変わったりとか、うんうん、まあ、それ飛んでるところが合うかなと、うん、先生っぽいかな、ぽいですね、さあそんな感じで、うん、5枚の名画をお送りしてきましたけれども、はい、
マーブルさんはなんと名画シャララにも曲をつけられたそうですね。つけましたね。これもすごい好き。これは一番最初の曲だから、はい、私何回も聴いてる。なるほど。前に流れてる、はい、すごいまだ目覚めてる状態で聴いてるので、なるほど、何回も聴いてる。すごい好きなので、あの、よければですね、ここでそのシャララをですね披露していただいても、はい、あの、よかったりなんかしちゃったりなんか、はい、あ、ギターがある、ギターある。あるね。じゃあ3人で。私はちょっと、おトイレタイム。おトイレタイム。そうです。聞きます。聞いてたいです。ギターあるね、今日は。ぜひ。なんかこれ2ヶ月弱ぶりなんですけど、1週間前とかに撮った気分なんですよ。不思議な感じですね。このスタジオで同じようにまた生演奏を。また今日も、あの、この曲、はい、やるよって、ね、あ、ここにさっき聞きました違う曲練習してる。そうそう、おおまあライブも近いです。まあまあ大丈夫ですよ、はい、自分で作ってきます。ではでは、お願いしちゃっていいですか。はい、ではマーブルさんでシャララです。どうぞ。私が一人テーブル挟んでいるんですけど、うん、これちょっとドキドキするんですよね、生演奏中どこを見ていいのかと思ってあの、せっかくだからもうまっすぐ見ればいいのにちょっと恥ずかしくて、うん、いやー、贅沢な時間です。いやいや、ありがとうございます。これライブでやったらすごい素敵っぽい、うん、素敵っぽ っぽい。みんなでシャララって歌えそう、ね、みんなで歌いましょう、ね、みんなで歌いましょう。素敵ですね、楽しみ、ね、ではでは、この勢いに乗ってこのコーナー行ってみましょう。ひだまーぶる荘の自由人。ひだまーぶる荘には自由な楽曲を愛する住人がたくさん住んでいます。そんな皆さんの周りの音楽を愛する自由でひだまりな人たちを紹介するコーナーです。さあ、マーブルさん待望のコーナーですね。はい乗った、一人は乗った、一人は戸惑った、ね、そうですよ ね、何もね、聞いてないですよね、はい、住人さん、自由人、そうなんです、自由な住人のお話をするコーナーです。これもひだまりラジオの方でですね、はい、毎回やってるコーナーなんですけれども、じゃあ早速ご紹介していきたいと思います。こんな住人がいるよというコーナーですラジオネームヘルシンキさんからいただきました。イエス・アスミス、ゲストさん。ゲストさん。イエス・アスミス。これ、ひだまりラジオに来てるメンバー。すいません。歌うたいさん。彼は自転車に乗りながら、ルナシーを熱唱していました。最近見てないなと思ってたら発見。熱唱していましたが、違う歌手でしたよ、ということです。
おお、うん、歌うたいさん結構見かけません？いますよね、うん、いますよね、うん、いろんな場所で、うん、いろんな歌うたいさんが自転車乗ってね、うん、でも自分もやってました。結構、うん、自転車乗ってる頃、自転車乗って曲とかできるときたまにある。自転車乗ってるときは結構よく曲できるんですよ、ね、あるよね、アーティスト共通のその課題、うん、そう、ありますよね、ありますよねね、よく自転車乗ってるとき不登校メロディーね、浮かんだりしますよね。みっこ自転車乗るんだ乗るよ。みっこ前2人で、ね、自転車乗ってたときがあるんだけど、うん、全然かん何にもないところでよくあの植木みたいなのある道のそこにガーって怒ってって何につまずいたのかさっぱりわかんない。自転車事故はすごいあるんですか？あー結構ちょっと似た空気を感じます。じ、うん、私も植木に突っ込んでいくタイプです、うん、電柱とかぶつかったはい、うん、別にそういうつもりはないんですけど引き寄せられていくんですよね。すごいわかります。あーそうなの。最近はないよ。あそう、もうねちゃんともう前後ろ前後ろ危ないよ。それ見てる間に行っちゃうんじゃないの？ね、見すぎで。そうかもしれない、うん、気にしすぎで。すっごいこの間確認したのに引かれそうになったことも。危ない危ない。すごい見たのにと思って。もうそれ以上どこを見ればいいんでしょうね。すごいわかります。わかりますね。そう、こんだけ確認してるのになんでこんな危ない目に遭うのかと、うん、おかしいですよ ね、 ね、乗らない方がいいのかもしれないです、うん。いやでもせっかく素敵な自転車という曲もあるんですからやめましょう。自転車乗って歌も歌いましょうよ、ね、そうですそうです、はい、では続いてラジオネームコハさんからです。ある日駅のホームで電車を待っていると突然後ろからハーモニカの音が。音のする方向を見ると50代であろうおじいさんが陽気な顔をしながらハーモニカを吹きつつ歩いていました。しかもよく見てみると頭に飲み物の入ったペットボトルを乗せバランスを取りながら吹いてるじゃありませんか。しばらく経ってもペットボトルは落ちる気配もなくただただハーモニカを吹きながら歩いていました。その後そのおじいさんはニコニコしながらホームの奥の方へと姿を消していきました。何かいいことあったのでしょうか。あのおじいさんの笑顔は今でも忘れられませんということです。なるほど。ハーモニカ名物おじさんじゃないですか、ね、たまたま見たのかな。どうなんでしょうね。たまたまっぽいですけどね。へー、ハーモニカはなかなかいないですね。なかなかいないですね。それニコニコしてるっていうのがいいですね。そうですね、ニコニコしながらハーモニカってちょっと難しかったりしますよね。でもここに乗ってるってことはそうだ、動かせないんだよね、うん、かなりこう自分にいろんな負担をかけながら、うん、負担をかけながらそれでもニコニコですよ、うん、顔は結構あれかな、トウモロコシ食べるときみたいな動かせないよね。吹くの難しくないですか、笑顔でって。どうしてたんだろう ね、 ね、相当のプロってことですよ、うん、今度やってみたらこうペットボトルでこうギター弾きながらあぜひながら、うん、ハーモニカは吹きますか、うん、たまに、うん、笑顔では吹かないですけど、ね、難しいですよね、うん、意外とはあ、相当の手だれかもしれませんこれ、うん、ハーモニカおじさんすごい。でもなんか、ね、うん、幸せそうです、うん、幸せそうですね。まあ、見てみたちょっと一回出くわしたいですね、はい、うん、全く害はないので、うん、ね、それペットボトル乗せてても全然危なそうでもなかったっぽいので、うん、なんでそこにペットボトルを乗せたかっていうのが気になるね。うん、すごいんだよっていうみんなにアピールないでしょうか、うん、ここが あんまりこう毛の少ない人だったのかもしれない。頭見られたくな、ここだけ見られたくなかったのか、ペットボトルで隠してる人、うん、他に隠すもんないですか。帽子とかいっぱいあるのが、ちょうどそのスペースがそこだけ隠したかったんですよね。ちょっとなんか若干訳が分からなくなってきましたけれども、じゃあですね、そんなところでもう一曲お願いしちゃってもいいですか、はい、お、なんかじゃんじゃんお願いして。じゃんじゃん来ますね今日は。ダメですか。いいです。おーおーおー、さすがマーブルタン、はい、じゃあ次は何を聞かせてもらえますか。これは何をやるんですか、みっこさん。あすみんも歌えるスケッチスイッチを。あすみんも歌える。今、うん、スケッチスイッチは確かに決まっていた、決まっていたけれども、あすみんも確かに歌えるけれども、ここは、いや、ここはマーブルさんが歌った方がいい。スケッチスイッチ、あすみん空気読むよ、大丈夫だよ。あすみん空気読む。スケッチスイッチを聞かせてもらえますか。マーブルさんバージョンですよ。これも
ひだマーブルにも入ってますもんね。すごいよかった。じゃあじゃあちょっとやってみる。はい、いいですか。失敗したらごめんね。生っぽいですね。じゃあお願いします、はい、スケッチスイッチです。涙のブルー重ねてみたとき、本日晴天なり、キャンバスにミルクのアイス、ラムネごくん元気にカラトピン、おーいラブカーキープリーズ、みんなの似顔絵コンテスト、押されたらわはは、なんかいい気持ちなればいい感じ、競争だいち早くリンゴ食べよ、そうじゃないんだよ、そうでいい、宿題だよ。ひだマーブルラジオ、そろそろエンディングのお時間でございます。さあ今流れている曲はひだマーブルから芽生えドライブです。これすごいピアノですよね。ピアノです。初めてだったんです。ピアノと歌で一発同時録音っていうのを初めてやって、多分すごいこのレコーディングの中で一番集中してる。それどうなの、それはちょっと、菊池さん、菊池さん、ね、これは言ってやってもいいと思う。これはちょっとどうかなと思う。いやいや、でもこれだっていう感じで頑張って、はい、相当緊張してたよね。だよね。あ、でしょ、うん、やっぱ緊張ってするんですね。やっぱ一回でこう、うん、それに命をかけなきゃいけないすごい、でも、ね、その一回がこれですよ。すごいんです。これじっくり聞いたら泣きますよ本当にピアノよりもなんかすごく違う意味ですごく良かったなって、ね、石川さんがすごくいい、ね、いいピアノ弾いてる、素敵なピアノですよね、うんうん、そう、これ芽生えドライブアコースティック&なんとかバージョンって書いてあるんですけど、これ何て読むんですか。なんとかバージョン、え、芽生えドライブアコースティック、ベーゼンドルファー、ベーゼンドルファーってあのピアノのメーカー、あ、へー、聞きたかったんです、うん、ありがとうございますなかなかあんまないんですよ、レコーディングスタジオで、うん、ベーゼンドルファーっていうピアノを置いてる、そこでやったという、うん、すごい、すごい贅沢な CD ですねこれ、ね、いやー、ね、いいですいいです、参加できてよかったよね僕らもね。本当ですか、日だまりがあったからこう、そう、いろいろこういう楽曲とかもできて、うん、いやー、ね、聞いてもらえてね、また新たなマーブルを、うん、うん、ねマーブルさんの曲がこんだけ増えたんですもんね。そう、一気に、いや、一気にこんだけたくさん聴けるように曲作ってくださいって、え、結構急な感じだったっぽいですけど、うん、でも
こんだけの曲がこんだけ増えちゃったんですよ。すごいありがたいですよ。マーブルファンとして、あ、一員として一員として、ね、うん、一員として、すごい。これあの、うん、昨日本当に最終回を見たばかりなので本当に今日ここに来ながらこのメバイドライブ聞いてて本当に泣くかと思った。あ、すごい幸せですね。幸せですね。ありがとうございます。皆さんのおかげですよ本当に。あと梅先生は神だということです。そうですね間違いないです。それね、梅先生がこれをね、うん、作らなければ。そうですよ、今はジャケットもすごい、ね、そう、ジャケットも、うん、ね、うん、ね、梅先生版マーブルさん、うん、そっくり、本当に似てる。すごいですね。そうだ、みっこ髪型が変わってる今気づいたこの昨日まですっごい髪長くしてたんですよ、はいはい、で、あの短くしてください、うん、なんでなんで、ジャケット違うじゃんってクレームを。なんで、あ、そうなんですか、うん、ダメなもの、うん、声優のそんな宣材写真なんてひどいもんですよ声優さん割と誰これみたいなの多いですけどね。あ、でもそうですね、ジャケットと同じになった感じですね、うん、なってますね。じゃあライブで会う人は、あ、うん、同じ同じって、同じ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 、菊池さん割とずっと意外とね、うん、変わらない、つまんない。いやいや、もっとこう短くした。普段は違うんだよ、うん、普段違う、普段違う、普段その髪をモヒカンにするとか、そういう全部上げてるの誰か分からない、うん、誰か分かんないように。だから気づかなかったんだ、この間あったよ。気づかない、あー、見られた。この間たまたまあの僕が、はい、あの商店街を、うん、自分の住んでるとこじゃないとこの商店街を歩いてたら、うん、はい、ゲーセンみたいなとこで、はい、UFO キャッチャーをね、みっこがすごい真顔でやってて、うわ、みっこがいると思って。で、どうしたんですか、うん、で、後でメールしたら、さっきゲーセンにいたでしょって言ったら。あ、本人だったんだ。うん。はい。で、向こうもさっき100均にいたでしょみたいなメールが書いて、どっちも声かけない。なんでなんでお互い、お互い絶対。なんかいて、はい、いるなぁと思って。そうす。先に見つけてたの、向こうのが。へぇ私は金で見つけて、うん、はいはい、あ、なんかいると思って、そこスルーなんですね。スルー、特に売れないの、こう計算で一人でそうそう、スルーし、俺もなんかすごい真面目にやってるからああやってんなと思って、特にで、うん、あの話せず、あの、うん、メールでいたよね、いたよ、うん、メールは一応するんですね、うん、確認、確認確認、なんか、ね、別に、なんか、仲がいいとかじゃなくて、ちょっと気になるからみたいな。うん、私もでも、そこでメール来なかったら、なかったことになってた。はい、見なかった。本当だ。その後、どっかで会った時も触れなさそうですよね、うん、なんか。多分。でも、どっちもいる場所が庶民的ですね。庶民的。うん、百均と平成で。いろいろね。お互いなんか。庶民的、庶民的だから、うん、庶民派代表、庶民派マーブル、うん、うん、親しみやすい、そうですよはい、そんな仲良しマーブルですけれども、はい、仲良しマーブルですね、今日はアピールしてみました、うん、したつもりなのかつもりなのかあれ、いや、大丈夫です、大丈夫ですよ、こんなマーブルさんがいいんです、うん、そうそう大丈夫です、一緒にね、だって UFO キャッチャーとかやってたらおかしいでしょ、うん、気持ち悪い、それはそれでなんか違う気もするな、うん、どうかなとか、うん、うん、そうかも、うん、そのマーブルの形がいいんじゃないか、うんね、分からんけど、まあでもライブでもね、きっとそんなお二人の、ね、うん、関係性が見えるかもしれないんで、まあまあでね、来られる方はぜひぜひ見てくださいね、はい、というわけで今回、あすみかなは動かない六壁坂と題してお送りしてきましたひだマーブルラジオ365でしたが、いかがでしたでしょうか。すごい楽しかったです、本当に2回目やれると思ってなかったし、ね、ありがとうございました、ラジオこれで終わりかもしれない、うん、頑張らないと、まあ、あんなやっちゃって ね、いや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 、崖っぷちだったとかそういう、今までありがとうございましたもん、ね、またやれて本当に良かったですけども、本当ですよ、ね、じゃあリスナーの皆さんにせっかくなので、はい、またまたお二人からメッセージをいいですか、はい、はい、どうぞみこさんからじゃあ、はい、10月5日のひだまりないひまばはみこさん、みこさん、みこさんですか、大丈夫ですか、ひだまぶる、ひだまぶるないとでしたね、はい、ぜひぜひ、あの、うん、ね、うん、
あの一員としてアサミンも来てくれるので、はい、マーブルの一員として来てくれるのでぜひぜひ楽しみに、はい、みんなで楽しくイラマーブルしたいと思ってます。待ってます。はい、イラマーブル、はい、本日発売ということで、うんね、みんなこう買ってない人もこのラジオを聞いて、はい、ちょっと買ってみようかななんて思ってくれると嬉しいですけど ね、そしてライブに来てぜひくれると嬉しいです、はい、待ってます。はい、ありがとうございました。それではそろそろお時間でございます。はい、はい、お相手はマーブルのみっこと、マーブルの菊池達也と、マーブルのあすみかなでした。 See you。 ひだまーぶるラジオ365、この番組はひだまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたしました。はい、というわけで2回目のひだまーぶるラジオ、ひだまーぶるラジオ、まあ365だったんですけど、本当に本当にやれると思ってなかったんで、すごいラッキーな嬉しい現場をまたいただいたなと正直な感想をすごく思いました。あと本気で私マーブルさんの曲好きみたいで、なんで客観的なのかわかんないんですけど、すごい聴いてるんですよ。めちゃくちゃ iPod もちろん入ってるし、あのただ虹色ハミングでしたっけをいただいてなかったと思って今日いただきましたので、それもまた聞き込みたいと思います。本当に良かったです。ありがとうございました。あの前回のひだまーぶるラジオと今回のこのひだまーぶるラジオ365を聞いていただくとですね、なんと今日発売のアルバムひだまーぶるの曲全12曲を全て聞いていただいたことになります。これで予習はバッチリというわけですね。あとは3000円を握りしめてどうするかはわかるよね。みんなも本当にいい音楽を見分ける耳養っていこう。そんではひだまーぶるナイトでお会いしましょう。バイバーイ。